テレサ・グレーブスは、アメリカ合衆国の女優、歌手。主演作である1974年のテレビドラマ、ジョケージ・クリスティは、テレビ史上初めて、アフリカ系アメリカ人女性が1時間ものの、テレビドラマで主演を務めた作品として知られている。テキサス州ヒューストン生まれのグレーブスは、ボーカルグループトゥードル・タウン・パイパーズの一員として、歌うところから芸能人としてのキャリアをスタートした。 その後、女優に転身し、EN, Our Place と Turn On ンンという番組に出演した。1969年、グレーブスは、ローアンマーティンズ・ラフィンの第3シーズンから、レギュラーメンバーとして出演した。数々の映画に出演した後、グレーブスは1974年のテレビ映画、決戦、地獄の特装隊にて主演を果たした。 このテレビ映画は後にテレビドラマ化され、彼女の上司役として、チャールズ・シオフィとジャック・ケリーが出演した。雑誌ジェットは、グレーブスについて、テレビ史上最も陽気な探偵で、ビーナスよりも、女性的で、タフな女刑事者の醍醐味であると評した。1969年には、ボブ・ホープの嘘ツアーに参加し、東南アジアに足を運んだ。 グレーブスは1974年にエホバの証人に入信し、間もなく彼女は自らの知名度を用いてバンダ政権による一等性が敷かれたマラウィで信者が迫害されていることを世界中に知らせた。1983年、グレーブスは芸能界を引退し宗教活動に専念するようになった。引退後、グレーブスは カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のハイドパークにて母親の介護に当たっていた。2002年10月10日、グレーブスの自宅が火事になった。グレーブスは寝室から意識不明の状態で発見され、病院に救急搬送されたが、その後死亡が確認された。54歳だった。ありがとうございます。